ました。はい、ということでこちら赤字丼ということで、もう特大のねエビ天が5本ついてますね。めちゃくちゃ大きいでしょ。いただきます。うまい。もうねこれ衣がねもうサクサクで、中のねこのエビの身もね結構いちっと入ってますね。うん、1本でもねかなりね満足感がすごいんですけど、これがあと4本ありますからね。結構ねご飯も下にぎっちり入ってますね。エビ天5本で結構ボリュームなんですけど、ちゃんとねお味噌汁とかちゃんとついてますので、これを食べ進めながらね飽きずにいける、ね、ようになってますね。ほのかにこの山椒の香り、これがするので、これもね結構ねアクセントになって、これね結構ねご飯進みます。本当に5本あるけど、僕は結構ね最後までガツガツいけちゃいますね。うん、もちろんこれ5本多いという場合もお持ち帰りもできますし、あとねエビ3本のエビ3セットってやつですかね。うん、これもあるので5本ちょっと厳しいなって方は、そちらも試してみてください。ラスト1本。いやー、食いました。いや、こんなにねエビ天をね味わえるお店ないですね。大満足、うまかった。はい、ということで岩木さんで赤字丼食べてきました。いや、まああれ本当にね見た目大丈夫かな、赤字になるんじゃないかなっていう見た目の丼ですよね。いや、あれでねあの値段って結構なかなかないと思うんですけど、あんだけエビ天食べられたら幸せですよね。いや、こちらね長沼町にあります岩木さん、美味しいエビ天たらふく食べたい方、ぜひ来てみてください。以上、あっちでした。